ギリシャを公式訪問中の秋篠宮家の次女佳子さまは水色の振袖姿で記念式典に出席された27日勝負などが書かれた水色の振袖姿の佳子さまは首都アテネで外交関係樹立125周年などを記念する式典に出席された佳子さま今回は限られた期間ではありますが私も帰国の多くの素晴らしさの一端に触れるとと,ともに ギリシャにに暮らす方々ととお会いできることを楽しみ佳子さます様がギリシャ語で「ありがとうございました」と締めくくられると会場からどよめきが起きたこれに先立ちアテネ最大の博物館を訪れ古代遺跡アクロポリスから出土した貴重な文化財を鑑賞された